やっていきましょうか。マリオパンティントゥーパーティーゲームラスト6ターンかな、うん、多分まあラストパートということで、早速なんですけれども、これパーティーにみんな呼んじゃった方がいいのか。今スターってどこだったっけ。スッタースッタースッコ系のスッターマヨで、そうか、うん、微妙なところだな。これを全員20コインで呼び寄せ、いや、ここはちょっと、やめとこう。パーティー参加しないの？そうか、残念だな。で、ちょっと待ってね、7、1、1、2、3、4、5、6、7と、1、2、3、4、5、6、7。あー、じゃあ、こっち進んでいくか。1、2、3、4、5、6、7。オッケー、トゥイン、トゥイン、トゥイン。1、うわぁ、こいつに2枚取られるのがもう尺すぎて腹立つ。でね、近いと、あれだなぁ。なんとなくだけど、違う。赤ずきん必要ってことは、これ、どうだろう。ドンキー、あれかな、普通に取ってくるかな、赤ずきんちゃんとか。あ、じゃあ、アイテムコーナーもう過ぎたんやって。あ、しかもこいつボーナス、いやーなんだと、コイン、腹立つ。スターもゲットして、コインもゲットしてで、プラ、これでドンキーがあれかな、スターをかけてしょ、あ、そっか、しまった、うわ、横取りボックス使って戦えばよか、あれでも横取りボックスを使ったターンって移動ができないんだっけ、どうなんだっけ、だよね、で、スターかけろ、違う、あ、コインだけなんだ。そんなあれかけたところで、それじゃ行くぞ。近い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 。おっそ、マリオ。お尻が大きすぎるからやろな、多分な。やっぱりあの人間様と、やっぱ野生のゴリラの差で言ったら、うん、どこなんだよな。にしても、しょぼい掛け金やな。そっか、これでもってピーチと、今のちょっとやり方がよく分かってなかった。あ、ラッキー。うん、やり方がよく分かってなかったから微妙なところだったかもしれないね。ピーチはなんか、あ、これちょっとどうなる、コインかスターか、あ、スターだな。オッケーオッケーオッケー。は、ぶち殺す、ピーチぶち殺す、ドレスも王冠もすべてを剥ぎ取ってぶち殺す。なんでやねん、おかしいや。はぁ、なんでやねん、2枚持ってて、50コイン、40コインも。あ、なんでだかもう、ちょっとコンピューターのやることは理解ができない。あ、なるほどね。もう、さっさとこいつ、とどめさしたろか、みたいな、そういうあれかな。と腹立つわー。なんでそうなったんで動かへんし。で、ぬる、あ、ちょっと待って、遅くない動くの。よしよしよし。やばいやばい。やばいやばいやばい、一番下手くそ、一番下手くそ、しゅしゅしゅ、ういうい、あ、ちょ待って、あ、嘘やん、やばいやばい、あー、ど下手くそだった、お前かで、あー、あれだね、まあ、ま、今負けた分を取り返したよっていう、そういうオチなんだと考えたら、もういいよ、かわい、腹立つわー、もうこのくす、あー、もうそして全然ダメでしねえ、もうなんなら1、うわー、もう絶望、残り5ターンを前にして絶望でしかないね。もうただ10本カッポしただけっていうね、何の進展もない。わあ、もうよし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 、20コイン、なんだよ、20コイン行こうぜ、20コイン。これであれだな、勝ったとしても微妙だ、みんな引っ張れ、なんだったっけこれ、え、なんだったっけ、みんな引っ張れ、あー、あるか、はい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 、顔のあっちこっちお手本で、これ多分マリオの顔がいじめられるんだな。で B で、点滅しなくなったら A でつかん、見てろ、点滅しなくなったら A でつかめるポイントだぞ。あ、オッケーオッケー、はい、じゃあいきましょう。ウィーンウィーンで、結構これがむ、うわ、むず、あ、伸びすぎ伸びすぎ、で耳がピョーンの、耳がピョーンの、ほんで、口が、うお、口がな、ちょっと待ってね。ね、家の、この、微調整がむずいな。鼻がもうちょっと鼻の下伸ばしての、はい、次、行き過ぎ。あー、ちょ、行き過ぎ、行き過ぎ、行き過ぎ。この微調整がむずい。あー、全然ダメだ。
よ、おら、なめんじゃねえ。でもなんでかわからないけど、ピーチが2位。そう、ピーチ。腹立つわ、マジでピーチ。いや、もうなんか全員に殺意が芽生えてる。なんならもうドンキーが可愛く見えてきたもんね。うん。ドンキーが決闘手袋を使って、15コイン払って決闘手袋買ってさ、11コインしか稼げてないわけよ。赤字なのよ、4コイン。ってなったらなんかもうちょっと可愛いっていうか、なんか可愛く見えるよね。パーティーすんなよ。おー、そう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 。あー、でもこうなったらどっちを狙うかだよなー。まあ、とりあえず1位、コインスターで1位はもう確実だから、ヒップでドンってな、あー、めっちゃ高くジャンプして、あれだ。はい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 。ドンブロス。ドンブロス。おい、いかにあれだな。A では無理なのか。ちょっと待ってね。違う。AZ ね。はいはいはい。よし、OK。ドンブロスね。ドンブロス。ドンドンブル。いやー、何が起こるの？四角いはずなのにな、くるくる回るってね。さあ、いかに敗者にジャンプができるか。おっそ。ドンキーが早い。あ、やばい。ドンキーが早かった。よし。やっぱ遅くなってるな。下手くそになってんな。バリオごめんね。体重は全然違うはずなのにさ、ヒップドロップに差はないっていうね。うん。やっぱこれだからあれだよ。筋力の差だな。そう、でも残り5ターンだよな。ここで順位を見てみましょう。1位、ワリオ。2、ピーチ。4位、ビリって言うな、ビリって。それではおなじみスーパースター予想コーナー、予想するのはもちろんこの方です。さあどうぞ。あだっす。100コインくらい。もうなんならスターくれ。スターないんだ。スターをよこせ。今からゲームの終わりまで青星と赤星の金額2枚の6コインに差し同じませんと止まると2人止まると結果をゲームしてる。これはすごいチャンスで、皆さんこの機会を絶対物にしてくださいね。優勝終盤戦スーパースターを目指して最後まで頑張りましょう。長い。よし、オッケー。じゃあ行くか。じゃあ横取るか。横取れないな。1。なあ。間違えた。マップを見ると、1、2、3、4。誰かが赤ずきんを取ってくれる。あ、そっか。あー、なるほどね。で、これこっちしか行けないから、テレサ。テレサで確実に奪い散らかすか。奪い散らかそう。うん。で、ここはコインを奪いたいところなんだけど、わー、親方テレサ。でもな、俺かテレサで結局無理だもんな。どっちにするかだよな。ま、取られたら取り返す。購買返しだ。なんか2枚くらい取ってくれへんかな。無理かな。はい。努力を無にする。あー、やだな。どっか行けよ。で、なんかよく見たらさ、ミニクッパさ、宙に浮いてない？なんかふわふわ浮いてる。なんか初期の頃に出てきたチャオズみたいな見た目してやがる。オッケーオッケー。まあまあ50コインになってすぐに帰ってくるよ。ドンキーだけに言う。どこが？ちょっと言ってる意味がわかんない。いや、そこはさ、なんでみんな下行くんだろうね。なんかワリオドンキーも下行ってたよね。うん。上行ってくれたらさ、ほら。これまたむずいやつだな。上行ってくれてさ、赤ずきんちゃん取れたらさ、俺が奪ったったのにな。うん。目が回って、お、攻撃できるんだ。ブチのメスっていうのができるんだね。まあ、できればもうピーチ、あ、でも対角線にいるってことはもう攻撃はめんどくせえな。よし、ぐるぐる。よし。早い。オッケー。よし、よくやったマリオ。よくやった。その右拳もあの後ろの髪をパーンってやってもいいよ。コート部ペーンってやっていいからね。シャッシャッシャッシャー。来た。さあ、後ろに下がるってできないかな。できればあの2を出して後ろに下がりたいんだけど、2は出たな。2出たのか。お前邪魔だな、マジで。パーン。まあいいや、プラス1。あ、ここからどこまで進めるかだな。まあ、皆さんあのアイテムを買ってくださっても、多分こいつ赤ずきん買う。意味もなく赤ずきんを買うと思う。違ったわ。おお、決闘手袋。これは多分ね、俺と戦おうとしてくるから、次のターン奪い散らかします。うん。その他に、あの、もっといいアイテムを、あの、あと2キャラが取ったとしたらないな、多分な。おらえ、払え。ほら。なんか追いはぎだよね、ここまで来るとね。
みんな呼ぶ。チコインじゃないでやんの。裏の顔が見えた。あー、20コインになっちゃった。1です。1ですかね。7。あ、まあまあ進むな。5、6、7。はい。どうしよっかな。こいつ絶対戦ってくるよな。決闘手袋か。やるか。ヒュードロー。やーしーきー。これあのね、急に B ボタンが使えない説起こるからね。いよ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 。ぴょん。待って、あれ？ちょっと待ってね。なんかさ、まあ全然あれだね、遅れる捕まってしまいますってアドバイスでも何でもなくて当たり前のことなんだよね。待って、今 A ボタンが効かなかったぞ今普通に。ほ、じゃん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 、あ、おっそ。バイバイバイ。え、ちょっと。ほい。ほいほいほい。もうコース覚えてないから無理。よいしょよいしょ。ほい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 。ちょっとせめてコインだけでもなんか遅っ。最後に勝っちゃいいんで。いい。おお。リカバリー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 無理ー。ドンキー早かったなー。うわー。もう現役の頃のあれですよ。現役の頃っておかしいな。まあ現役って言っても小学生なんだけど、小学生の頃の私の方が普段早かったよね。ちょっと待ってね、何コインかけてくるのか。49コイン。俺が握ってて最後の最後に、そうだな、よし。そもそもこいつにさ、アイテム取られてんだよ。横取りボックスを横取りボックスされたんだよ。だから奪い返します。残念でした。まあ、15コインをかけてね、あの取ったアイテムはあの軒並み赤字になるっていうことが多かった。忘れてた、すっかり。あ、しかも、あー、なー、しまったー。かー、あ、そっか、でも結局横取りボックス持ってっから、相手、てか、交換できる仕組みみたいにしてくれたらいいのに、お前余計なことしやがって、何か起ころか。ここでクッパ革命とか来たら、もう真っ先に間違いなくね、ワリオのコインを奪い取るよ。うん。さあ、どうなる。それではルーレットを決めるのだ。うわ、あ、よかった。ぶち殺す。どちらにせよ、ぶち殺す。でも30かよ。うわ、ここで今決闘やっても何の面白みもないじゃん。まあ全員がスターを取れない額にまで落ちた。うわー、めっちゃ腹立つ。もうちょっとこう全員のなんだろう、アイテムね、はいはいはい、何を取るんだろうね。もうちょっとこう全員のさ、なんだろう、いいアイテムしかないやん。赤ずきないのだけはまああれだな。あ、違う、あれだっけ、魔法のランプってこの時代無料なんだっけ。おー、あー、しかも魔法のランプきちっと取ってくるな。うまいな貴様。どのタイミングで引いたらいいのかってのは分かんないな。やっぱテレサのステージとかだったら一番分かりやすいんだけど。うわー、これ一旦ちょっとミスったな。もうちょっと我慢すればよかったん。でもそうするとあれだな、結局こいつ決闘手袋使ってきてたもん。あれ、なんで行かなかったんだろう。まあまあいいや。じゃあ、ピーチ頑張ろうって。詰めて車でコイン。バッバッ、ケーキファクトリー。あなたのハートをキャッチプリキュアって。抑える材料を持つ。離す材料。主語先のスチマジでスポンジを乗せてしまうと。はい。で、私どっちだ？感じね。ほい。あ、ちょっとずつベルトコンベが速くなってきますね。ほい。あ、ちょっと遅れたなくらいのタイミングでも全然間に合うね。ほい。あ、ちょっと。あ、やばい。あー、くそ、ごめんね。ごめんね、ピーチ。ごめん、ピーチ。ピーチ、ごめんって。ピンチ、ごめんって。ピッチ、ピチ、ごめんって。スカート脱がしてあげるから許して。あー、何にも動かない。あ、いいや、あえてこうピーチがもしかしたらね、ミニゲームスターとかだったらあれだと思うんで。あと 2ターンか。あー、なんか急にめっちゃ爆走するやん。で2。あー、どっち進んだ方が最終的に面白い。まあこっち進んで最後に引かれる可能性を残しとくか。ぶっ飛んでみましょうか。オッケー。ててん。決闘手袋を使ってゼロになる。あ、じゃあ、全く進めないみたいなことにはならないのかな。うん。本性出てるんだよな。完全に下打ちしてるもん。や
や、ここは小銭稼ぐよりもあれだよね、アイテムを取りに行ったら、やっぱあれか、魔人のランプを今使ってないってことはコインが20枚ないとできないんだ。オッケーオッケー、それが分かればということですね。よし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 、取れ、ママだからって言ってさ、コインをね、あげるなんていうことをし、そんな優しいことしちゃダメです。危ねえ危ねえ、またコイン、クッパでコインみんな渡しとかったらもう発狂やから。あ、出たー、これもう、4つ目くらいからできへんのよな。まあまあ、どうやろな、4つ目までは昔目押しできたと思うんだけども、最近動体視力がカスカスやからな。ファイブキノペッパーワーク。よし、行きますか。ルルルルルルーン。ういえ、なんでやるん。もうそれ以前の問題だったわ。そう、うい、オッケー。ドンキー早っ、うまいな、ドンキー。うい、オッケー、ヤッホー。そう、あっ、じゃ全然ダメ、全然ダメ、デイ、全部出した、全部出したぞ、全部出したぞ、全部出したんだったらキノピオ出てこい。あれ、4つ目まではなんかいけてた気がするんだけどな。ダメだな。これは無理だ。これはもうなんかたまたま出すよね。うぅ、あ、おうおう。1万ビリ。ドッケツ。いやー、残念だな。もう、下手くその極みだよ、ほんとに。もう、醜く争え。どうしよっかな。ラストステートメントか。じゃあもう、やるしかないよね。あおう。どうしようかな。決闘が始まるぞ。さあ、誰を選ぶかだな。あ、選べるよな。じゃあまあ一番多いドンキー選ぶしかないよね。よいしょ。でもうそんな、あ、ちょ、めんどくせえな。そんなせこくやってたって仕方がないから。よし。で、ゴーと出るタイミングですね。はい。ゴー出るか。出るんやけど、近い、チューされる。うっとやん、負けてるし、押したやん。やいな、ドンキー。やっぱさすがにさっき勝ったやつもあるからな。うわ、一気に24コインでコイン逆転されてるし、恥ずかしい、これは。なるほどな、なるほど、なるほど。これもしかして、もしかしてだけど、よっしゃ、来た、来た、スタート地点に戻りまーす。みんな早く戻ってきてね。これ全部いったんちゃう、もしかして。全部いったんちゃう、もしかして。なあ、ボーナススター全総取りできたら逆にあれだな、勝てるな。よし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 。え、あ、ちょっと、おい、余計なことしたわ。余計なことしたっていうか、もともと20コインあったからあれなんやけど、うわー、これでこいつもスター一気に俺3位になって、これでもしボーナススターとかで逆転ができなかったとしたら、相当厳しい戦いを強いられる。きつー。ここまで飛んだら呼吸ができねえで。大丈夫？人間がさ、その宇宙空間に、なんだっけ、宇宙服なしで出た場合って、なんか体が膨張して爆発するみたいな、なんかその中の、要は血液とか水分とかがその凍っちゃってボーンって爆発するみたいな、そんな話とか聞いたことあるけど、あれマジなのかな。うんまい。あ、まあどちらにせよも順番があれだったから無理だけど、うん、ね、そこのミニクッパは誰もは多分会いに行くことはできないから大丈夫だと思うんだけど。1、楽しそう。ね、うわー、もうなんかそんな予感はしてたんだよな、最後の最後で。じゃじゃじゃーん。さあ、どうする。もうなんか、なんならもうみんなでクッパにコイン渡そうぜ。なんか革命か、革命かもしくはあれだな、クッパにコインみんなで渡そうぜ会があったら面白かったな。まあでも結局ね、結局さ、集めて車でコインって何だったっけ。あ、いや、押すやつか、なんか磁石かなんかくっつけて、これだから2人でやる意味ってあんのかって思うやつだね。はいはいはい。です。そう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 。だからさ、
なんだっけ、やっぱりほらピーチってさ、俺からコインを奪った悪女じゃん。ミスター、どいて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 、よし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 、邪魔だって。ドンキ戦ってないでさ、戦ってないでさ、そう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 、邪魔だっち、お前ら邪魔だっち。あ、そういうことか、邪魔しに来てんのか。はい、ごちそうさまでした。そうだからさ、人に悪いことをしたらもう自分が罰を受けるんすよ。そういうことっすよ。結局人からスター奪うからこういうことになるんすよね。本当にそう、悔しいな。でも74コイン最後の最後でドンキーに花を与えてしまった。あー、さあどうなる。まあまあまあ、でもね、ボーナススターでね、逆転をしていきますから。コインの数はでもこれピンってなってるけど、結局一番持ってた数だもんな。で、ボンチスターの発表です。これから選べた人にはスターが1つずつ入ります。まずはミニゲームスター、この勝負はミニゲームに一番コインを稼いだ人に与えられます。今回のミニゲームスターはマリオです。ふっふぅーだっす。次はコインスターです。この勝負はゲームで一番コインを集めた人に与えられます。今回のコインスターはマリオです。ふっふぅー。なんかあれだね、全然なんかドキドキしないね。ワンの時とか多分確か頭の頭上の上をさ、頭上の上ってなんだ、頭がずっとみたいな、頭上をさ、スターがブル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 ってやったと思うんだよ。まあまあまあ、いや、次はハプニングスターです。この勝負はゲームでハテナマシにたくさん止まった人に与えられます。今回のハプニングスターマリオです。ふふー。いやー、誰が1位になったかマジでドキドキですな。うん、本当に怖い怖い、どうしようどうしよう、やばいな、優勝できるかな、ドキドキするね。うん、それではいよいよスターの発表です。ドキドキワクワク、胸胸胸胸、ドキドキ、胸がドキドキ、ドキが胸胸。大変です。ベルズブルのクッパ、当てた、裏切り者のこの子。すいませんすいません、これで勘弁してください。多分20コインくらいしかない。グダメだダメだ、もっと持ってくる。そこにいるのは誰だ。あ、あんたはあんちゃん。じゃあマリオランドでいいのかな。もう邪魔するつもりか。ただじゃ済まないぞ。俺ドンキーにも負けるレベルなんですけど大丈夫。どうしよう、やばそうな感じ。今なのだ。まだ銃抜いてないぞ。あー、ダメ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 。銃口上に向ける暇があったら、まあそうそう、今のマリオみたいな抜き方をするんすよ。オッケー、昔じいちゃんに教えてもらった。やられた。そんな回り方する。このまま背中越しに倒れていかないの、大丈夫かな。オッケー。あ、ありがとうございました。あなたは命の恩人です。立ち直りません。あなたこそウィッシュエンドのスーパースターです。あ、無事ボーナススターというチートのおかげで優勝することができました。はい、これなら、あー、ピーチがビリだったっぽいね。はい、 You are the superstar。4位の人がなんかボコボコにいじめられるみたいな、そういう仕組みはないですね。オッケーオッケー。まあ、結局、圧勝です。え？詳しい成績。で、ミニゲームの中、あ、なんだ、ピーチめっちゃ稼いでると思ったけど、あれなんだね、あれで稼いだ56ポイントだけなんだな、バトルミニゲームか。うん。128。オッケーオッケー。ドンキー最後の俺のおかげで2桁超えたね。じゃあ、3桁超えたんだね。少な、青マス。全然稼げてないやん。じゃあ俺、意外と3回も止まってたっけ。3回も止まったっけ。まさか、横取りボックス2回やってるわ。オッケーオッケー。はーい。あ、このバンクマスは含まれないんですよね。うん、残念ながらね。よし、じゃあ進みましょう。これ多分俺が稼いだ分だけだよね。あ、じゃあみんなの分入れてくれるんだ。あ、じゃあ奪うとか、なくすとか、あれなんだね。コンピューターの分まで入れてくれるなんてすごいありがたい。じゃあもうもっとみんなでスター稼げばよかったな。はい。マリオ2では、マリオパーティー2では、スターかける50枚が入りますというところですね。だから621コインを使って、ミニゲームたくさん買いましょうっていうところですね。はい。じゃあね、大の男が一人でね、友達がいない大の男ですから、はい。一人でマリオパーティーを、ね、しっぽりと楽しむという会をやらせていただきました。これでどうなる？まだあれだよね、ミニゲーム。トロッコだったっけ、なんかパート2っていうかマリオパーティーの時はミニゲームなんだよ。くそー、集めたミニゲーム買うとここで10なお金が買えるよ。120分が入ってるよ。ミニゲーム買ってねー。これだから遊んだミニゲームだけ、そうだね、ミニゲームが買えるのは君が欲しいミニゲームを選んでね。買ってる買ってる。あ、へえ、
結構取るんだな。600コインじゃ全然買えんじゃん。で、仮にこれだったとしても、ニック機7ぴょんぴょんだったとしても、なんぼだ、12回分くらいしか買えないもんね。あ、なるほどね。だからここら辺の、ヒュードロ屋敷とか、ノコノココロコロとかさ、あとそれから7ぴょんぴょんって、マリオ1でやってるからっていうところなんですかね。あれ、なぜかノッカレボールだったって。あ、ノッカレボールはステージがあるからか。まあまあ、じゃあなんか、たったパート3だけでやるのもなんか寂しいから、どうしようかな。まあ、ちょっと続けてやるかわかんないですけど、まあ、もし続けてやるとしたら、ちょっと嫁さんを誘ってみようかなと思います。この間ね、だいぶ前だけど、マリオパーティーとか、マリオテニスとかマリオカートとか、嫁さん誘っちゃったんで、誘って一緒にやったんで、じゃあこっちもやってみないっていうことでね、誘ってみようかなと思います。それが実現できたら、やっていこうかなと。それが無理だった場合はね、マリオパーティー3に移っていきたいと思います。なんか、ピノピオのドヤ顔、ムカつくな。ごめん、ムカつかも。別にムカつきはしないけど。はい。ということでね、じゃあ、今回もマリオパーティー2ーですね、お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。パート3つに分かれましたけどね、一つのミニゲーム、一つのパーティーゲームをね、皆さんと共に一緒に過ごすことができて、非常に楽しかったです。では、また次回、ミニゲーム、なんとかな、マリオパーティーもしくは、マリオパーティー2か、もしくはマリオパーティー3でお会いできたら幸いです。チャンネル登録とグッドボタンもよろしく。ではまた。バイバイ。